日本とチリの関係は19世紀まで遡ることが可能だ。正式な国交重立は1897年9月25日に締結された日本チリ修交通商公開条約をもって行使とする。第二次世界大戦中の1945年4月11日にチリが日本に対して宣戦線布告したことで両国は交戦国同士となったが、 1952年10月17日には外交関係が再開され、以後、両国の間では友好的な互助関係が保たれている。世界最大規模の露天掘り銅山中キ鎌たちには、世界最大級の銅鉱山会社コデルコを要しており、銅の生産量では、世界第2位の中国、第3位のペルー、第4位のアメリカ合衆国を合計した規模を、 上回る圧倒的な銅生産国である。また、銅の副産物として採行されるモリブデンも中国とアメリカに次いで世界第3位の生産量を誇る。また、南北に長い海岸線を持つ国土は漁業に適しており、年間の漁獲量では世界で10位以内に入る。農林業も盛んである。これらの生産物は同時に日本向けの輸出品目でもあり、銅。 酒、マス、木材、森デ電などが品目別で上位を占めている。資源や水産物の輸出と比べて小規模ではあるもののワインも輸出されており2015年にはフランスを抜いて対日ワイン輸出国として第一位の座に輝いた。一方で日本からチリへの輸出品目は自動車や自動車部品、建設機械、あるいは銅鉱産などで使われる。 鉱山機械などである。また、二国間の経済協定や条約としては、2007年3月に、非、チリ経済連携協定が、2016年1月に、日、チリ租税条約が締結されている。セバスティアン・ピニエラ大統領と、カンナオト首相2010年11月、チリのセバスティアン・ピニエラ大統領、アルフレド・モレーノ・チャルメ外相。 ラウレンセ・ゴルボルネ工業省が日本を訪問。11月11日に、前原政治外相とモレノ外相が、11月14日に、カン・ナオト首相とピニエラ大統領が会談を行った。1940年、三宅明一郎を元中地理特命全権講師により、日地協会が設立され、金徳川家の徳川よりさ公爵が、初代会長に就いた。 少なく見積もって2000人以上。日本外務省の調べでは、約3000人の日系チリ人がチリに在住している。ブラジルやペルーの日系人に比べると、人口規模は劣るが、カルロス・オミナミ上院議員や、セルフィオナカソネ映画監督などを輩出している。チリの首都サンティアゴには、アジェンデ政権時代に創立された日本語補修校の、流れを組むサンティアゴ日本人学校がある。 ロベルト・スアレス・バロス・セルヒオ・シルビア・ピデリット、アウグスト・マランビオ・カブレラ・オスカル・ピノ・チェト・デラ・バラ・カルロス、ベサ・リオン・ハコボ・ネウマン・エティエン・ネ・セサル・ルイス・ダンジャウ、エドワルド・ブラボ・ウッドハウス・グスタボ、ポン・セレロ・イータ・ロス・ニーノ、エル・ナン・ペドロ・タッサ・ラ・ヒメネス・エドワルド・ロドリゲス・グアラチ、ハイメラ・ゴス・エラソ、ダニエル・カルバージョ・セペルニク、パトリシオ・トーレス・エスピノ・サ・フェリペディア・ス・グスタボ・アジャレス。 オっサンドオンフェリペディアスフリオフィオル、スニガルイスアルベルトパルマでラセルダ。ありがとうございます。